これはマイコン型炊飯器。日本では年に650万台の電気釜が売れていて、その8割にマイコンが搭載されている。掃除機、レンジ、冷蔵庫、エアコン、風呂釜、洗濯機、マイコンを内蔵し使い勝手を工夫した電気製品の数々。炊飯器は最もありふれたマイコンマシーンである。これはマイコンチップの顕微鏡写真。その中にはご飯を炊くプログラムとそれで動く計算機などが焼き込まれている。黒い樹脂で保護されたマイコンチップ、炊飯器を動かす頭脳となる。日本で最初にマイコン型を開発した松下電器では、年間140万台、実に50種類ものマイコン炊飯器を作っている。新電子立国2回目のタイトルはマイコンマシンです。マイコンが入ってる機械、冒頭に炊飯器が出てきましたけども、相田さん、よくよく考えてみると炊飯器もそうだし、それから掃除機、電子レンジ、冷蔵庫、掃除機、もう電話からファックスから、もうほとんど身の回りあらゆるものがマイコン入ってますでしょ今、炊飯器出てきましたけどね、一番その初歩的な質問ですから、どうしてソフトで機械が動くんだろう、でこれをまず炊飯器から見てこうってわけね、でこれね、ここにありますけどね、これなかなかね、これ炊飯器を作ってる工場、これは切ってもらったんですよ。真っ二つに切ってくれと。断面がどうなったとかね、で切っていただきましてね、でこれほらお釜、こうなるわけですね。ここにセンサーが入ってる、熱を感知するセンサーね。ここの線コードの先ですか。でマイコンがここに入ってるんですよ。どれですか。ここにこの小さな、これがマイコンですね。裏のところに黒い、四角いものですね。こういうものがこうついてるんですよ。こうちょっと待ってください。こういうふうにね、でここにほら時刻が出たりさ、こうメニューが出たりしますでしょ。これボタンを押すところですね。そう、でこれをねひっくり返すと、これがマイコンなんですね。でそのこのマイコンの中にですね、大きく言って計算機とプログラムを入れた記憶装置が入ってるわけですね。マイコンによるご飯炊きの原理はこうである。温度センサーが測った鍋底温度をマイコンに送り、中の計算機が現在温度から一瞬先の温度を割り出してヒーターを点滅させる。計算の方法と目標温度は記憶装置に格納されている。それがプログラムである。はじめちょろちょろ中パッパ、ブツブツ言う頃火を引いて、赤子が泣いても、蓋取るなってやつですね。それをそのつまりマイコンとヒーターとセンサーとでどうやって実現するかって話ですね。ちょろちょろの時はですね、このヒーターをですね、ヒーターの点滅間隔を長くしておくとちょろちょろの感じになるわけですね。それから中パッパってゴーッと炊くってやつはですね、全部つけっぱなしと。ブツブツ言う頃火を引いてってことは弱くすることですから、また点滅間隔を開けてやると、少し火を強くするって時には、点滅間隔を頻繁にしてやると、それだけ火力が強くなるわけですね。でもそれ段階段階あるわけでしょう。だからそれを、その時間順にね、どの瞬間に何をさせるかっていうのは、それがプログラムなんですよ。じゃあどういうふうにやるんですか、具体的に。それで、今温度がどれぐらいになってるのか、だからプログラムは本来はどうなってなきゃいけないのか、と今の温度とプログラムの指定している温度と計算機が引き算するわけね。でこれ引き算にまだ差があるうちはね、そのままそのままと、そのまま続けると、はいゼロになってね、はい設定温度になりましたよって言ったら、次のプログラムに次の命令を実行するわけですね。そうするとはい次は頻繁に断続せよとかね、あれパーッと炊けとか、パーッとこうつけっぱなしにせとかね、そういう命令を次々とこう実行していくと、はじめちょろちょろ中パッパが実現できると、ただ炊ければいいっていうんじゃなくて、米を美味しく炊くのってものすごく難しいですよね。しかも商品ですからね、米の種類もあるでしょ うし、炊飯器炊いたら美味しいご飯が炊けるよというんで売れるんであって、そこのところが言うならばその炊飯器の一番大事な、その商品価値なわけですね。ここは松下電器炊飯器工場の開発部門、ハードとソフトの両方を研究している。
電磁加熱による炊飯器を日本で最初に開発したのもここであった。ここに週に一度米が運ばれてくる。行き先は炊飯実験室。この日は210キロの米が届いた。これお米の種類いろいろですか？いや、これはね、今日は玄米3匹と、あとはコシヒカリ、白米。なんかさ、コロコロって感じ。この部屋ではご飯を炊くソフトウェアの開発を行っている。毎日が試食の繰り返しである。こんなこと1日何回やってるわけ？1台につき、多い日はもう7回ぐらい。朝から晩までご飯炊いてるわけですか？そうですはい。これ一機種についてで何回ぐらいご飯炊くんですか？米1700回。1700回、はい。米の量にしたらどれぐらいになっちゃうか？3トンですね。3トン、はい、トン、はい。新しいソフトウェアの開発には1年もの月日がかけられる。一つの炊飯プログラムを作るにはたくさんの実験データが必要である。米の量、研ぎ方、水温、水加減など条件をいろいろ変えて米を炊く。それぞれの条件下で最も適切な炊き方を極めるためである。彼女たちの肩書きは炊飯機器事業部調理ソフト開発技術員。全員女性で5人。大学短大で食物学を専攻した人たちである。これは温度センサーである。電気抵抗の異なる細い線をライターで溶着すると接合点が温度センサーになる。2つの温度センサーを取り付ける。鍋の蓋に1つ、そしてもう1つは鍋底につける。この2つの温度センサーを計測器とパソコンにつなぐ。刻々変わる温度をセンサーがパソコンに伝え、女性たちの変えるプログラムに従ってヒーターを動かすのである。ちょっと皆さん待ってくれますか？はい、今彼女たちがですね、そのご飯を炊いてはパソコン打ちで、またご飯を炊いてまたパソコン打ち。このパソコンで何をやってるわけですか？ここから線を引っ張ってきて、うん、でそれでパソコンに、この炊飯器とパソコンをここからこう繋いで、ああなるほど、はい。そうするとこれあれですか、その温度設定やなんかをもうこうやって叩くだけで、はい、そうなんです。自由に変えられちゃう。自由に変えられるんですよ。あ、そう。ですから食べては変え、変えては炊き、炊いては食べ、食べては変えると、はい。この日彼女が朝一番で炊いたご飯はムラができてベタベタしている。プログラム変えたの？はい、少し。はい。どう調整する？追い炊きの火力をちょっと落として。この実験室ではメンバーがそれぞれ異なる新製品の炊飯プログラムを作っている。1日に7回、1回に2台ずつ炊くことで1人が1日14台分のデータを採取する。炊き上がりまでの時間、観察結果の記録と実験データを整理する。さまざまな条件で異なる膨大な数の炊飯ノウハウが日々蓄積されていく。これはこの春出た新製品の1機種のデータである。9つの炊き方についてさまざまな条件が試され、1000パターンの炊き方にまとめられた。この日の夕方、メンバーが集まった。まもなく発売される新製品の合評会である。香り、粒の膨れ方、表面状態、表面の硬さ、味、パサパサ感、ほぐれやすさ、内部の柔らかさ、そして弾力、粘り等の面から出来栄えの評価を行う。次に出は粘り。今開発している製品は3つの選択ボタンがつく。標準、固め、柔らかめ。ユーザーは好みに応じてボタンが選べる。担当者はそれぞれの炊き方に最適な火の入れ方を模索してきた。その評価を今グループに問うているのである。だから弾力が強い。振ってよろしいですか？はい。これ今何やってんですか？固めコースが固く炊けているか、柔らかめコースが柔らかく炊けているか、出来の評価です。毎日1回ずつこんなことやるんですか？
いえ、毎日というわけじゃなくって、うん、開発の節々で。あ、節目で、はい、あ、どういう節目なんですか、今。今はですね、これで、このコースで、このプロセスで決めていいかどうかという評価をしています。あ、これで仕上げにしていいかどうか、はい、それで、どういうご意見だった。もうちょっと改善が必要なんですね。まだ、もうちょっと。みんなお母さんが炊いてると思ってるんですけど、実は私が火加減したんですっていうところですね。しかし、このメンバーの中にその味覚に鈍感な人がいたら相当ひどいソフトウェアになっちゃうね。それはみんな鍛え直されますね。いや、鍛えられる。はい、あ、ここで鍛えられた方ですね。いやー、驚きました。何気なくね、ご飯はいただいていたんですが、はい、あの方が、はい、決めてるんですよ。あの皆さんがね。いや、うん、ですから、そうなんですね。例えばですね、お百姓さんがね、農家の皆さんが、田んぼでどんなに美味しいご飯を作っても、うん、必ずしも家庭でご飯が美味しいご飯が炊けるとは限らないですね。それはつまりその自分の作った米と、うん、だからそのお米にはそのお米の一番ベストな炊き方があるわけですね、うんうん、だからそのお米にあのソフトウェアがぴったり合ってれば、うん、その時には確かにいいご飯が炊けるけれども、うんうん、その別のお米がそのモデルになって、それによってソフトウェアが作られているとすると、うんうん、このお米がその炊飯器で最適な炊き上がりになるかどうかっていうのは保証の限りじゃありませんね。彼女たちが1日に炊く米は40キロ。実験で余ったご飯は工場の人たちの夜食となる。炊いては食べた1年間の実験成果が数字の表に集約される。プログラマーがこれをパソコンに入力する。プログラムになるのはヒーターの点滅パターンで、それはご飯の硬さ、米の種類、そして炊く量に応じて1000通りにも上る。こうして完成したプログラムが工場でチップに焼き込まれるのである。こういう動作をこの順序でやらせるということを書いた炊飯器のフローチャートと書いてあるでしょ。このあの会社でね、本当はこんな形じゃないんですよ。当然これは我々が作ったんです。巻物にはなってない。なってない。それをつなげるとでもこうなるよと。こういう台帳です。でこれはなんか判断をするという動作の動作がずっとあるんですが、これがね、はい、820の動作なんですよ。本当だ、はい、ずっと続いてますね、はい、これだけのものをですね、つまりここから一番最後までね、はい、100分の1秒で実行するんですって、はい、100分の1秒、うん、100分の1秒ごとにね、あ、バーッとこれダダダダダダってやってはですね、また100分の1秒で頭からケツ、この繰り返しを100分の1秒でやって、うん、でこう待機してるわけですね、うん、ある時に変化がパッと起きたその瞬間から命令の実行がこう始まっていくというわけですね。そのうちの大半はよ、ほとんど大半はですね、この炊飯器は商品としてユーザーが使って便利ですという便利なためのですね、便利さをいろいろ工夫するためのプログラム、それから確実にこれが働きますよと、確実性を増すためのプログラム、さっきの味の、いや、それがね、それはほんのちょっとなんですよ。はいはい、ここまでだーって、ね、女の子たちの、ね、炊飯器はね、炊飯ノウハウはね、まだまだ先なんですわ。まだずーっとこれね、便利、うん、まだ便利ね。いやずーっと続いてるんですね、これね。まだ続いてんだよ、まだこの辺は便利ね。でいよいよそろそろ炊飯、ああ、そんな遠く、はいはい、ここだ。はあ、炊飯はどこですか。はい、ここです。彼女たちがやってたのはどこのところになるんですか。ここ。え？ここだけ。そっからどこまでですか。こっからここまで。あ、そんな向こう。そう。炊飯モードの選択っていうところがそうです。炊飯工程時間チェック。時間オーバーならより弱いデータの設定をせよ。オーバーでないなら強い火力データの設定をせよ。まあこんなことが書いてあるわ。ブワーッと広げた中のトン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 って言うと、ここだけがね、彼女たちの仕事なんですけど、しかしそこが本命なんですな。さて、いよいよですね、うん、走るマイコンマシン、自動車ですね。ここで彼女たちとお別れであります。
ここは自動車の電子制御装置を作る工場である。ロボットが基板に取り付けているのはさまざまな黒いチップ、記憶装置メモリーとマイクロコンピューター、それが組み込まれて制御装置ができている。これはエンジンのコントロールユニットである。ここは自動車の組み立て工場、ここでユニットが取り付けられる。その種類は20個から30個。エンジン、パワステ、自動変速、ブレーキ、サスペンション、エアバッグ、自動車の大事な機能をマイコンが制御するのである。ダッシュボードの下、普段見えないところについているのがエンジンのコントロールユニット。それらを結ぶケーブルは1800本。今や自動車は電子制御の塊である。すごいです ね、 しかしマイコンボックスだらけ、マイコンユニットだらけ、ね、ちょっと回してみてみましょうか、はい、いいですか、はい、すいませんね。これほらほら、いや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 、前も後ろもというわけですね。本当にマイコンマシンですね。マイコンマシンでしょ、うん、ね、もうあのピッカピカしたのあれが全部マイコンが、ものによっては2個も3個も入ってるわけですから。あ、でもあのマイコンだけって言うともっと数は増えるんですよ。ユニットが32個ですからね。あ、そうなんだ、はいはいはい、ですから1つのユニットの中にそのマイコンが2個あったりするユニットもあるわけですから、複雑な操作をするにはね、でそれ でこれはですね、はい、中開けるとこうなってましたですね。結構いろいろ入ってますね、それでこれがあの、うん、マイクロプロセッサーですね、うん、これは マイクロプロセッサー、そしてこれがあの記憶装置、うん、でまあ詰めて言うともうこれがほとんど小さな計算機っていうわけですね、はい、でこれが、あの記憶装置、うん、で今日の話はですね、はい、もっぱらこの話になるわけですね、うん、これリードオンリーメモリーってメモリーに、うん、皆さんがいろいろなプログラムを書いてこれに入れて、うん、ですからこれは抜けるわけですよ。こういうふうにこれの中にそのいわゆる車のエンジンを動かすソフト、ソフトウェア、でそのこの中のプログラムを書き換えるお話、はい、それがこの書き換えさえすれば、うん、エンジンが自由自在にあの変わっていくっていうお話なんです。昭和45年アメリカで自動車の排気ガスを規制する法案が成立した。基準値をパスできない車は売れなくなったので、これは世界に先駆けてホンダが作った抵抗外エンジンである。燃焼室の構造を工夫し薄い燃料を完全に燃やすことで基準値をパスできた。しかし規制がさらに厳しくなった。排気管に触媒を装着して排気ガスを浄化する方法が考案された。これが触媒、有毒ガスの化学変化を促し無害なものに変える。トヨタや日産などの自動車メーカーはこの開発に力を注いだ。しかし窒素酸化物 NOX だけは除去することができなかった。ちょうどそんな折、ドイツの部品メーカーボッシュ社の重役が一つの解決策を持って日本にやってきた。ボッシュの人が来ましてね、ボッシュの副社長がトヨタにも来たでしょうが、やってきまして窒素酸化物を減らすことができるようになったよと。触媒でガソリンと空気の割合を 13.7:1 というのが触媒が効き、さらに NOX も効く触媒、 NOX も少なくなる理論値がそこだと。そうです。ここからガソリンと空気が入ってきますね。でここの燃焼室に入りますね、うん、でこれをこういうふうに下げていくとここからスーッと吸い込まれて入りますね、うんうん、で入ってこの惰性でずっとグーンと圧縮したところで、でここがパンと点火して爆発すると、はい、これを押しますね、うんうん、で押すとこれが回転に変わってその惰性でまた、こっちを閉めてこっちを開けるとこの排気がこっちに出ていくと、これの繰り返しでこういうふうにこう回っていくわけですね。あですね。そのさっきのこの理想の空燃費っていうのは、はいはい、ここの関係で、ここの、ここに入ってくるガソリンと空気の割合が、はい、ガソリン1に対して空気が 13.7 の時に、ここで排出される窒素の、酸化物は極めて少なくなると、うん、なるほど。そこであのどうすればいいかっていうと、うん、このここに酸素センサーを置いといて、うん、あの排気の時に感知した、はい、あの量を感知して、でここで一種の計算をするんでしょうな、うん、それで
次の瞬間にはですね、ここを今度開けたり閉めたりして、ここの量を調節してやれば、この間はですね、常に1対13と7の割合が保持できると。あ、その瞬間にこれが正解だなと思いましたよ。触媒を使うってことは腹に決めてたけど、触媒によって NOX を減らすということは決めてなかった、分かんなかったわけです。 NOX が減るなというのを直感したわけです。中川さんは戦前、航空機のエンジン設計に携わり、空気の薄い高高度でいかにエンジンを回すかに苦心した。昭和12年、中島飛行機は自動燃料混合比の特許を申請。燃料と空気の比率を一定に保つアイデアは基本的に没収者と同じであった。この特許のおかげで日本は基本特許を払わずに済んだのである。日産は没収者の方法を重視し、酸素センサーと従来型のアナログ機器で排気ガス対策を模索した。エンジンの馬力を落とさないでいかにして排気ガスを減らすか。しかしアナログ方式では動作スピードが遅くて実用に程遠かった。マイコン制御によるデジタル方式が待たれたのである。浅野正春さん、現在47歳。今彼が手にしている基板とキーボードは新入社員時代に使ったものである。彼はこれを使ってマイコンとプログラムで車を走らせることに成功した。当時入社3年目であった。コンピューター理論の訓練キット M6800、 昭和52年当時爆発的に流行った初心者の入門用コンピューターであった。基板類は組み立て済みで価格がわずか10万円。これに入出力装置を自作してつなげばエンジンの回転を操ることができるはずだと浅野さんは考えた。入出力装置の製作を同僚に任せ、センサー類はアナログ方式で開発されたものが使われた。プログラムは自分で書き、キーを叩くだけでエンジンが劇的に変わるように仕組んだのである。パソコンのキーボード一つでエンジンのありようが変えられちゃう。それがですね、その浅野さんたちは完全に当時を再現してくれたわけですから、車もそうなってるわけですよね。もうマイコンつないでソフトウェア彼が書いて、でそのエンジンつないで、その車私が乗ったんですよ。もう浅野君、これかね、キットってのは、こうおっしゃったりしてね。そうですね、ちょっとお待ちください、セットしますので。昭和52年2月、浅野さんは技術部門のトップを乗せてマイコン実験車を走らせた。マイコンか、こういうわけですね。最初まず普通の状態にしますので、ノーマルの状態をプログラムインプットするってことですね。そうです。でピアセンターの方まで行こうと思います。ハンドルを中川専務が握って発進させた。じゃあ発進します、はい、これは普通の状態なんですね、はい、エンジンの、はい、相当でも緊張しましたでしょ。私自身は緊張しましたね。まだ入って数年のペンペン社員でしたから。で相手は専務専務ですから。浅野君、君は何年入社かねと、こういうような会話あったんですか。なかったように思いますけども。ああ、もうすっかり、もう車がどんな風になるかっていうのに。エンジンをコンピューターで自由に動かすことができる。浅野さんはそのことを技術のトップに身をもって伝えたかった。ここで一応そのプログラムを変えるわけですね。変えますので一度エンジンを切ってください。はい、了解。じゃあセットし直します。キーを押してプログラムを切り替えた。はい、いやダメだ、ああ全然ダメだ、アクセルいっぱいなんですけど。いくらアクセルを踏みつけても速度が全く出ない。ああ全然出ない、出ないよ。いやダメだ、これじゃまるで元戻しませんか。この時瀬戸さん何とおっしゃるんですか。いや、こんなに変わるもんかね、浅野君随分変わるもんだね、と。ああ止まっちゃった。でちょっと元に戻してみろと言われたような気もしますんで。ああそうですか、じゃあ元に戻してみようですね、キー切ってください。浅野さんはまた点キーを叩いてエンジンを正常な回転に戻した。じゃあ発進します、はい、おー、なるほど、これはなんですね、普通ですね、アクセル踏んだらスーッと出ます、スーッと出ます。ああ本当だ、プログラムの変更だけでこういうことが簡単できると。そうです、自由自在なんです。自由自在なんですね。これ中川さん相当やっぱし驚きました。驚きましたね。手応えありました。ええ、手応えありましたね。
やっぱりやってみせるのが一番ですもんね。そうですね。いや、よくわかりました。もうセムさんの気持ちもよくわかりました。その翌月、正式にプロジェクトが発足した。電子部門とエンジン部門合わせて20人が集まった。これが若き日の浅野さんである。チームの結成とともに制御ユニットの設計と製作が始まった。電子部門の安西さんがユニットの製作を担当した。自分で基板を作り、市販の半導体を集めて製作した。チームの誰もがコンピューターを作るのは初めての経験だった。設計から製作まで1ヶ月が当てられた。使ったマイクロプロセッサーはキットと同じモトローラ型の国産チップ。記憶装置、半導体メモリーは3個。これから作られるプログラムがここに載ることになる。完成した箱はバラックコンピューターと名付けられた。ボンと爆発すると、はい、そうするとそれでピストンが下げられて、はい、でその惰性で今度排気ガスをこう排出しますね、こっち側に、うん、で排気ガスを排出した時に、うん、いいですか、お、うん、ついた。この酸素センサーが、はい、酸素の量を測ってマイコンに送ってやると。はあはあ、でマイクに送ってやると、はあ、彼らがその時にはこういう計算をしなさいというプログラムが入ってますから、うん、そのプログラムに基づいて設定値との差を計算して、うん、次の瞬間はですね、次のタイミングでは、うん、それに基づいて次のタイミングでは、爆発が起きると。センシングして、計算をして、予測をして、それによっていろんなことをマイコンで制御しようと、もっと複雑なことをいろいろやろうというわけですね。エンジンをマイコンで操るためのプログラムは浅野さんが書いた。これはプログラムの設計図、フローチャート。すでに炊飯器のソフト作りで見てきた通りである。浅野さんはこのフローチャートからコンピューターの命令文を作っていく。これがプログラムリストの作成である。この番地の中に1が入ってるか0が入ってるかということを見るために、これ BEQ とブランチイコール0と呼ばれますけど、もし0だったら F の F アイドル1番というところに飛んできなさいと。なんだか暗号で作文してみたいなもんですね、これ。そうですね、まあ、英語ライクではあるんですけども、素人にパッと見た目には何を書いてあるかわからない。これで暗号ですね。そうですね。わかりました。いや、これはちょっと難しい。一生懸命説明してくださったのは分かったですけど、ついに来たなという難解なところが。いやいや、ご同様でね。これ浅野さんのさっき説明してるあの部分だけはですね、はい、もうあれだけ分かればいいと、そこだけ分かっていただければね、うん、もう僕もあそこだけ分かりたいって言うんで、うん、そこだけをね、写真撮ってきまして拡大してね、はいはい、LDA っていうのね、入れなさいなんだって。ほうほう、ね、ほう。で A っていうのはですね、はい、一時記憶装置のA という一時記憶装置に、うん、これ5という数字を入れなさいって言ったと。ほう、うん、でだからこれをね、STA っていうのはストアしなさいなんだ、はい、なんかストアの略語みたいなんですね。 STA っていうのはさ、ストアしなさい、はい、A は A という記憶装置に、FRND1 っていうのは FRND の1っていうメモリーの一番地にある数字を A にストアしなさいと。うん、それから例えば BEQ、うん、バーベキューじゃないですよ。BBQ じゃなくて BEQ ね、バーベキューじゃなくて BEQ、うん、これは計算結果が0なら、はい、次の命令をに飛びなさい、はい、以下の命令飛びなさい、以下ってのはどこかっていうと5と。で FUT っていうのはこれは浅野さんが勝手につけた名前で、はい、フューエルカット、うん、だから燃料カットっていう意味ですね、うん、F カット、フューエルカットという命令に飛びなさいと。だから計算結果が0なら燃料カットの命令を実行しなさいと、こういう意味なんだそうですよ。あ、今はわずかにこれ数行取り上げましたけど、はい、実は全部でこれだけのものなんですね。ものすごい量であれだけ、ここで取り上げたのは例えばこの3行か4行なんですよ、ここね。はあはあ、うん、はい。でところがさ、これ1ページこれだけがあって、これだけの厚さがあると。はあ、ね、すっごい。はい、これをじゃあみんなあれですか、一つ一つこの命令書いて、はいはい、まだこの時にはね、うん、あの時には浅野さんたちがおやりになったあの頃はまだ
3000行だったそうです。ですからそのうちの例えば1行がね、この1つが間違う、ちょっとミスがあるとですね、もう機械が暴走しちゃったり、バタッと動かなかったり、とんでもない行動を起こしたりと。我々は浅野さんたちのしたことを忠実に再現するため、当時と同じコンピューターと関連装置を用意してもらった。紙の上のプログラムはアルファベットと数字の連続である。浅野さんはこれをキーボードからコンピューターに入力する。キーボードで打ち込まれた文字はコンピューターが決まった規則にのっとって0と1の数字に変換していく。コンピューターから出てくるのが穴の開いた紙テープ。穴のあるなしが0と1を表す。0と1の穴の羅列がプログラムである。プログラムが紙テープになった。これ慣れてくるとですね、この穴 の区別で慣れれば分かるんですよ。これ何と書いてあるか、順番に一文字ずつ、1行間違えてもこれ全部1行近し、1つのラインこう間違えただけでも全部作り直しですので。もう一回作り直しないですか？これ切って、切り張りっていうのは やりませんので。それできないんですか？できないですね。これ実際に紙テープリーダーにかけるときに引っかかってしまうものですから。これが紙テープの穴を読み取ってくれる読み取り機。紙テープは長大なプログラムを安く保存する方法であった。読み取り機は紙テープの穴のあるなしを読み取ってコンピューターを動かす機械言葉に翻訳してくれる。それを今度は半導体メモリー ROM に移し替えてくれるのが ROM ライターである。 ROM ライターに新しい ROM をセットし、ボタンを押せばそこにプログラムがコピーされるのである。こうして浅野さんの書いたプログラムが ROM に移され、 ROM はバラックコンピューターに載せられエンジンを操るのである。最終的にはこういうものを何に格納するかっていうとですね、こういうものに格納するんです。今日のお話は、さっきも言いましたこのロムですね、ですけど、他にもね、格納の方法はいっぱいございまして、ある場合には磁気テープだったり、ある場合にはこういうCD ロムだったり、ある場合にはこういうフロッピーだったり、フロッピーだってこのこういうね、大きいものも小さいものもフロッピーだったり、で、もう昔はですね、こういう紙テープ、穴開き紙テープですね。で、穴が開いてるとこが、例えば0なら穴が開いてないとこが1とかね。はあ、そうはその、それもそうだった、ね。でいずれにしてもね、なんかあるかないかあるかないかで、結局この命令はあるかないかあるかないか、0か1か0か1かっていう、そういうその羅列で、こういうふうに書いていく。最後はそういう羅列になるんですね。ですから、穴があるかないか、穴があるかないか。今日はその中のメモリーの中でも半導体メモリーで、このロム、リードオンリーメモリーに自動車のエンジン制御のプログラムを書き込んだり直したりする話であります。